はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作、梅雨の出来事です。この作品、梅雨の出来事は昭和27年1952年読み切り小説集、7月から8月にかけて掲載されました。いわゆる武家物です。新潮文庫のシリーズでは、朝顔草子というタイトルの短編集に収録されています。この作品は前後編からなっておりますが、その前半の部分はまだ現物が見つかっておりません。これから朗読する部分は後編だけですが、あるまとまりのあるものですので、これだけでもお楽しみいただけるかと思いますが、前半がないのは非常に残念なことです。それでは本文をどうぞ。梅雨の出来事、朗読その第1回、第1章。侍としてご奉公するには、誰だって身を慎まなければならないし、将来のために今日を慎むのは当然じゃありませんか。せっかくですが、私はお断りしますよ。太田一之助が何か言おうとした。その時お甲が入ってきた。ひどく慌てていたし、顔色も変わっていた。堀様、どこかにおけがはございませんか。何です。安之助が振り向いた。けがってどうしたんですか。お召し物が切れていますの。お甲は片膝をついたまませかせかと言った。お召し物が泥まみれなので洗わせていたのですが、知らせを聞いて行ってみますと、カッパからお召し物まで通して、背中の辺から脇へかけて2尺ばかり、スーッと刀で切ったように切られております。刀で切ったように。みんなびっくりして安之助を見た。鍵先などではございません。お甲は興奮していった。確かに刀でございます。それでなければカッパから着物まであんなに大きくスーッと切れているわけがございませんわ。これはこれは、ますます失態というわけですな。安之助は恥ずかしそうに頭へ手をやった。何かあったのか。又兵衛が言った。土俵へ落ちたなんて変なことを言うと思ったが、一体何があったんだ。怪我はしていないのか。無論怪我はない。安之助は答えた。風呂へ入ったんだから怪我をしていればわかる。怪我などはないが、着物が切れているのは気がつかなかった。訳を話せ。どうしたと言うんだ。言いたくなかったんですがね。安之助はまた頭へ手をやった。彼はここへ来るために西町から大戸部の方へと裏道を通った。すると大戸部へ出た角のところで一人の怪しい人間を見かけた。黒装束に白い頭巾という忍び姿で、角屋敷の塀へ登ろうとしているのである。そこは杉森大膳という中老の屋敷で、男はその屋敷へ忍び込もうとしているらしい。安之助は思わず声を上げた。不用意に叫んだんですね。安之助は恥じるように言った。何者だ、何をするか。こう言ったんですが、その男はいきなり、そうですね、まるで鉄砲玉のような勢いでいきなりこっちへ切り込んできたんです。全く今日疲れた。多分逃げるだろうと思ったのが、そうではなくいきなり切りつけてきたのである。安之助は傘を差していた。カッパを着ていたし高げたであった。かわしようがないんです。もちろん抜き合わせることもできない。しようがないんで自分から大戸部へ飛び込んだというわけです。切られたのはその時だな。でしょうね。安之助は杯を置いた。その時後ろから浴びせられたんでしょう。自分ではまるで気がつきませんでしたが。それでそいつと、久原十兵衛が言った。
その男は確かに杉森さんへ忍び込もうとしていたんですか？私にはそのように見えましたね。一体何者だろう？多分盗賊だろうが。又兵衛が言った。武家屋敷を伺うとは大胆なやつだ。お甲はこれだけの話を聞いて安心したように去っていった。するとお甲が去るのとほとんど同時に若い歌手が走ってきて、お役所から急のお使いですと言った。何か返事が出退したようでございます。騒がしい晩だな。又兵衛は渋い顔をして立った。彼はすぐに戻ってきたが、にわかに酔いの覚めたような表情をしていた。すまないが参観にしよう。これから役所へ出なければならない。又兵衛は立ったままで言った。堀の見かけたという男の正体がわかったよ。なんだって？三郎の囚人が逃げたんだ。又兵衛は言った。ゆうべ夜半のことらしい。破獄をして老番の刀を奪って逃亡したというのだ。みんなが安之助を見た。一瞬みんなが沈黙した。すると戸外の雨の音がしめやかに聞こえてきた。第二章。同じ晩に二度もそんな騒ぎがあるなんて、偶然ではなく誰かがこしらえたようでございますわね。どっちでもないんですよ。安之助はのんびりと言った。偶然でもないし、誰がこしらえたのでもない。つまりその騒ぎは別々のものではなく一つだったんです。つまり三郎を破獄した男が廊下へ現れて、私と出会ったというわけなんですよ。これは繕いようがないわ。志乃は広げた着物を眺めて一人でつぶやいてそれを押し合った。それは背中から脇へかけてほぼ二尺ばかり切り裂かれている。志乃はもう一度それを眺めてから夫の方へ振り向いた。破獄などということがそんなにたやすくできるものなんでしょうか。よほどうまく計画したんでしょうね。三郎というのは重罪人を入れるところなのでございましょう。無期限、つまり死ぬまでということです。よっぽどの悪人ですわね。悪人かどうか。安之助は窓の外を見た。話に聞くと無頼漢で仲間を三人切ったという罪らしい。武家屋敷の下郎部屋などへも出入りしていて、捕まったのは杉森さんの邸内だったそうです。それで夕べ杉森さんの屋敷へ忍び込もうとしたんでしょう。そしてどうするつもりだったんですの？どうするってわしが聞かれても分かりゃしない。安之助は咳をして煙ような目をした。まあ想像すれば、あの屋敷の下郎部屋で捕まったんだから、そこにいる仲間でも尋ねるつもりだったんでしょう。高飛びをする旅費でももらいたいとかね。無頼漢だったけれど仲間の方ではさして悪事をしたわけではないし、そう憎むほどの人間でもなかったようですよ。ずいぶん詳しくご存知ですのね。志乃はこう言って未練らしく一度押し合った着物をまた引き寄せた。そのくらいのことは町奉行の記録を見ればすぐわかりますよ。安之助は自分の言葉に自分で老媒したようで、口早にすぐ言い直した。酒井が友達だし、酒井は町奉行ですからね。お互いに奉行職でもあるし、そこはあれですよ。別にそう苦心しなくとも。それにあの男の事件は3年前のことですからね。どんなふうに破獄したんでしょう。志乃は着物を膝の上へ広げた。一人でやったんでしょうか、幾人までやったんでしょうか。二人だそうですね。三郎にはその男一人だけだった。重罪で三郎へ入れられたのは30年来その男一人だそうですがね。
安之助はまた咳をした。その晩、外から怪しい男がやってきて、そいつが牢を破って助け出したという話ですよ。三牢というのは、城下から一里半ばかり離れていた。城のある亀山の後ろにあたり、青谷という谷間を登った山の中にあった。ずっと昔そこには城の絡め手の砦があったそうで、岩のゴロゴロした高台に今でも空堀や石類の跡が残っていた。牢舎は岩窟であった。土地が高いのと地質の関係からいつもよく乾いていたし、もちろんそれだけの設備も整っていたが、その脇に番小屋があり、囚人のある場合には二人の番人がいた。またそんな山の中なので、番人は常番ではなく、5日目5日目に交代する規定になっていた。その時の囚人は名を竹次郎と言った。年は35であった。賭博常習のならず者で、夜嵐という異名を持ち、賭博と喧嘩で入牢したことが3度あった。3年前に仲間を3人切り、捕らえられて終身刑に処せられたものである。その夜の夜中過ぎに、外から番小屋の戸を叩く者があった。何か言いながら叩いた。降り続く雨で、番小屋の後ろの崖に、上から集まって落ちる水が小さな滝を作っていた。その水音がやかましいので、何を言っているかわからなかった。役所の休養と言っているようでもあった。寝ていた番人の一人が、目を覚まして何気なく起きていって戸を開けた。外は真っ暗であった。真っ暗な雨の中に誰か立っていた。今自分何の用ですか。役所という言葉を聞いたと思ったので、番人は丁寧にそう言った。相手はまた何か言ったがよくわからなかった。ひょいと前へ出るといきなりたもとをつかまれ、叫ぼうとする途端に当て身を食った。右の脇腹を拳で突かれたらしい。息が詰まって気を失った。もう一人の番人も同じようにやられた。起きていった同僚が戻らないので、彼は不審に思って、提灯に火を入れて土間へ降りた。すると外から黒装束の男がスッと入ってきた。黒装束がずっくり濡れていたのと、覆面の間から出ている眼が提灯の光でギラリと光ったのを見た。何者だ？誰だ？番人はそう叫んだが、相手は黙って飛びかかって当て身をくれた。男は二人の番人を動けないように縛り、猿ぐつわをかませた。二人を小屋の中に入れ、縄尻を柱に縛りつけた。転げ出さない用心のためらしい。それから牢の鍵を取って牢格子を開けて、囚人と一緒に番人の刀を一本持って逃亡したのであった。番人たちが息を吹き返したのは、彼らが逃亡してからよほど後のことであった。また本来なら交代までに中二日あったが、番人の一人の家で出産があり、結婚して7年目の、それも男子の誕生だったそうで、友人が夜道をわざわざ知らせに行き、初めて返事が分かったのであった。その助けに来た男は、と志乃が言った。やっぱりその罪人の仲間なんでしょうけれど、どうして遠くへ逃げてしまわなかったんでしょうか。多分旅費がなかったんでしょう。隠獄する旅費を作るために城下へ潜り込んだのだと思いますね。方々の屋敷の下牢部屋に賭博などをする仲間がいるし、そういうものを回って金を集めるつもりなんでしょう。どうしてもダメだわ。志乃はまた膝の着物を脇へ投げた。どうにもなりませんわ。これ諦めて誰かに下げてやりましょう。
それから髪へ手をやりながら夫を見た。上へ上げた手の袖口から覗く白い柔らかそうな腕が大層生めかしく見えた。ではその二人はまだ城下にいますのね。街道口はみんな塞いでしまったし、夜は夜で150人も見回りに出るし、多分間もなく捕まるでしょう。150人もですって？わしの組下からも10人出ますよ。安之助は続けさまに咳をした。これはドブへ落ちて風邪をひいたな。ええ、町奉行手付のほかに各部署から10人ずつ出すんです。何しろ破獄という出来事ですからね。相手もやけになると何をするかわからないし、このまま逃がしては藩の面目に関するし、つまり総動員で捕まえようというわけですよ。もちろんあなたはおいでにならなくてもよろしいのでしょう。無論必要はないんですが、と安之助は言った。まさかこの雨の降るのに組下の者が10人も出ているんですからね。命令がないからといって知らん顔をしてもいられないでしょう。だってお風邪もひいていらっしゃるのに。勤めを休むほどではないし、まあこれもご奉公の一つでしょう。そんなことをおっしゃって、と志乃は蓮会に夫を見た。まさかあの穂とかいう手紙の方のところへ会いにいらっしゃるのではございませんでしょうね。穂ですって？安之助はいぶかしそうに目をすぼめたが、笑いながら手を振った。それこそまさかですよ。とんでもない。志乃はなお探るような目つきで夫を見た。第三章。城下町は怯え上がっていた。夕方になると多くの家々は戸を閉め、表の大通りでさえ7時には店を閉まった。どの辻にも日が暮れると同時に警戒の侍たちが立ち、5人ずつ組になった者が絶えず町中を回って歩いた。そういう者が12組あって、怪しいと認めた者は皆町奉行所まで連行し、必要な時には呼ぶ小笛で連絡を取ることになっていた。安之助は毎夜夕げの後で3時間ぐらいずつ出かけた。組下の者たちの労をねぎらうのだというが、志乃はそれだけだとは思わなかった。大土部のことがあるので、節力のために自分で破獄者を捕まえるつもりかもしれなかった。またことによると三船邸へ行ってほの字と会うのかもしれなかった。本当に本当に？志乃は夫の留守によくそう独り言を言った。どうしてこんなに心配ばかりおさせなさるのだろう。どうしてあの方にはこう心配の種が尽きないのかしら。あの日から4日目の午後に、志乃は実家の殿村へ行った。亡くなった母の命日なので、毎月その日は香をあげに行くのである。兄の源八郎は無論途上で留守だったが、仏壇へ香をあげて拝んだ後、兄嫁の部屋で1時間ばかり話をした。兄嫁は名を元といい、志乃より2つ年上であった。子作りの肥えた体つきで愛嬌はいいが、少しばかりおしゃべりでよく兄に叱られていた。今男の子が2人あり、2人目を産んでからはちょっと落ち着いてきたようであるが、それでも志乃などが行くと陽気におしゃべりを始めて、なかなか返さないのが決まりであった。まあなんてことでしょう。牢破りなんて聞いたこともないわ。本当になんてことなんでしょう。茶を入れながら元は始めた。私も怖くって怖くって、夜なんかちょっと物音がしても飛び上がってしまうわ。あなただってそうでしょう、志乃さん。こっちには話をさせなかった。一人で活発にしゃべるのであった。
茶をすすめ、菓子をすすめ、時々入ってくる子供をたしなめ、そして休みなしに好きなことをしゃべるのであった。そういえば危なかったわね。元はふと義妹の顔を見た。二度目じゃないの、堀さん。ご無事でよかったけれど、二度も出会うなんて、まあどうしたんでしょう。何ですの、二度目って。しのにはわからなかった。堀がどうかいたしましたの。どうかしたのって、あの罪人と出会ったことですよ。それは初めの晩の時でしょ。いいえ、夕べのことよ。ゆうべ主町でお会いになったのよ。あなたご存じないの。存じませんわ。しのは首を振った。堀は何も言いませんし、今伺うのが初めてですわ。まあいやだ、本当にご存じなかったの。元は座り直した。そしてまるで勝ち誇ったように話し出した。元は源八郎から聞いたのであった。昨夜のちょうど10時頃、筆頭与力の久原十兵衛が二人の組下を連れて下町を回っていた。この城下では城下の方を下町と呼ぶのであるが、本通りから主町の角へ差し掛かった時、向こうの暗がりで「待て、逃げるな!」と叫ぶ声がした。逃げられはせぬぞというのも聞こえ、雨水を踏む激しい足音がした。十兵衛は走った。組下の者が提灯を持って続いた。そして声の下方へ、30軒ばかり懸命に走って行くと、主町の外れの辻に誰か立っていた。それが堀安之助であった。安之助は裸足で、右手に抜いた剣を持って、肩で息をしながら、闇の彼方を見合っていた。残念だ、もう少しのところで逃した。安之助は十兵衛にそう言った。黒装束で白の頭巾、あの男だった。こう言って下打ちをしたそうであった。まあ本当でしょうか。志乃は片手で胸を押さえた。堀は何にも言いませんし、私にも少しも変わった様子は見えませんでしたけれど。きっとあなたに心配させまいと思っていらっしゃるからよ。堀さんはお口数が少ないし、思いやりが深くていらっしゃるから。元の話はそこから脇へそれた。そういうところがご婦人に好かれるのね。黙っていて思いやりが深くて、それがちょっとした素振りにも感じられるし、本当に女の気持ちをそこの底からうっとりさせるものを持っていらっしゃるわ。あなた気をつけなくてはダメよ。志乃さん、ぼんやりしていると今によその女に。志乃は家へ帰るまで気が上ずっていた。夫が下城したらすぐに問いただし、今夜からは見回りをやめてもらおうと決心した。やっぱり大徳のことを恥じているんだと志乃は思った。あんな場合なら誰だってそうするよりしようがないじゃないの。侍同士の果たし合いじゃあるまいし、何をそんなに恥じるのかしら。ご自分には不審奉行というお役目があるんでしょ。好んでそんな危ない真似をするなんてとんでもないことだ。そして夫が帰宅するなり、そのことを言い出した。着替えをしながらであったが、安之助は帯を手に取ったまま静かな目で志乃を見た。お隠しになってもダメですわ。殿村の姉からすっかり聞いてきたんですから。別に隠しはしないですよ。ではどうして話してくださいませんでしたの。私を心配させまいという思いやりだったんですか。志乃の論法はそこで混乱した。そんなふうな思いやりでいつものその婦人方をうっとりさせておいでになるのね。知っていますわ、私たくさんですわ、そんなこと。ええ、私そんなことごめんこむりますわ。志乃はのぼせて言い続けた。しまいには
自分でも何を言っているのかわからなくなった。ほの字のことやずっと以前の五通のつけ文のことまで言い出したのには自分で驚いた。驚きながらやめることができなかった。彼女の意思に反して舌だけが勝手に動くようにまくし立てた。安之助は黙って着替えを終わり、何も言わずに黙ったまま静かに居間の方へ去った。志乃は寝間へ入り、一人で激しく泣き出した。どうしたのかしら、泣きながら志乃は思った。私まるでめちゃくちゃじゃないの。これがきっと血の道っていう病気なんだ。現在ヒステリーと呼ぶ症状を当時は血の道と言って女性疾患の中にひっくるめて考えられていた。志乃は自分がその病気にかかったのだと思い、そういえばこの3ヶ月ばかり体が不調だったということに気がついた。でも不思議はないわ。泣きながら志乃は一人で言った。こんなに心配ばかりさせるんですもの、体の調子が狂ってくるのも当たり前だわ。志乃は寝間にこもったまま出なかった。夕食も食べなかったし、夫の給仕も駒使いにさせた。そうして夫の外出を止めるんだったと気がついた時には、夫はもう出て行った後であった。さよからそう聞いた時、志乃は不吉の予感のために震え上がった。どうしましょう。志乃は青くなった。ああ胸騒ぎがしてきた。きっと何か起こるのよ。この胸騒ぎはただごとではないわ。私が血の道など起こしてあんなバカなことばかり言ったものだから、あの方はきっと怒って、怒った紛れに無茶なことをなさるわ。どうしよう。第四章。宵のうち一時ばかり止んだ雨が止む前よりも強く降っていた。やはり量は多くないけれども大粒の雨で、傘やカッパにバラバラと当たる音がした。安之助は曲がり町の辻で義兄の源八郎に会った。源八郎は役所の提灯を持った友を二人連れていた。今夜も一人か、源八郎が言った。おとついあんなことがあったのに一人で回るのは危ないではないか。安之助はちょっと手を振って何か言った。源八郎には聞こえなかった。それで源八郎はもう一度言った。一人でない方がいい、誰か連れて回る方がいいぞ。安之助は黙ってうなずいた。それから間もなく外堀の並木のところで酒井又兵衛が安之助に会った。彼は町奉行なので今度のことでは総指揮者といった立場にあり、連日の奔走で疲れきっていた。ほとんど家へ帰らず役所で泊まるにも来たままであった。睡眠も不足だし食欲もなく、神経ばかり尖っているという状態だった。やっと出会ったそうだな。又兵衛は安之助に会うとすぐに言った。主町で会ったそうだが風体は同じだったかね。そう、主町で会った、安之助は言った。向こうから来るやつとぱったり行き合ってね、さっと逃げましたが、そう、やっぱり白い頭巾に黒装束だったな。ともかく白い頭巾だけは暗がりだからはっきり見えましたよ。二人じゃなかったかね。暗いのでよくわからなかったが、逃げたのは一人ですね。逃げるのを角まで追って行ったんだから一人だったと思いますね。どこへ潜り込んでいるのか。又兵衛は今今しげに言った。やつに縁のあるところはすっかり手配りをしてあるんだが、どこへも寄りつかない。
まるで姿も見せないんだ。一体これだけの目をどうやってくらますのか。敵ながらあっぱれと言いたくなるよ。まあ演習と思うんですね。安之助は含み声で言った。非常事態の時の良い訓練ですよ。あんまり太平無事が続くので、私なども心身ともに生になっていましたからね。いい薬かもしれませんよ。とんでもないことを言う男だ。冗談じゃない。そんなことは自分が町奉行になった時に言ってもらいたいよ。又兵衛はむっとして安之助と別れた。演習とはバカなことを言う男だ。別れてからも又兵衛はブツブツ言った。安之助の言葉にはどこかしら茶化すような、人をからかうような調子があった。神経の尖っているせいかもしれないが、又兵衛にはそれがひどく勘に触ったのである。幼少をずっと巡視して役所へ戻ったのは10時ごろであった。夕食を食べていないのに、その夜も食欲がなかった。下役の小屋の方では交代番の者たちのにぎやかな声がしていた。又兵衛は一眠りしようと思い、かやりをたかせてわらじ履きの足も土間に垂れ、上体だけ仰向きに寝転んだ。そこへ表から一人の同心が走り込んできた。すぐおいでください。同心はあえぎながら叫んだ。二本松でくせ者を追い詰め、島田様が切り伏せたそうでございます。島田が切った？又兵衛は羽を着た。二本松の島田というと島田内記殿か。ご自分で切って取られたそうです。又兵衛はカッパを着ず、傘だけを持ってそれをかぶりながら飛び出した。島田が破獄者を切った？走りながら又兵衛は思った。事実とすれば悪い巡り合わせだ。それは内記の傲慢を増長させる。彼はその手柄を振りかざすだろう。それを凶暴の盾に使うに違いない。困ったことになった。又兵衛は思った。これが逆であってくれたらよかった。破獄者が内記を切ってくれたとしたら、無論そんなことは不可能ではあろうが、それなら一石二鳥だったのにと思うのであった。二本松まで又兵衛はずっと走り続けた。島田の家は二本松の端にあった大手筋を西へ抜けたところで、二丁ばかりこっちから集まっている提灯の火が見えた。どう挨拶したらいいだろう。又兵衛の足は重くなった。走ることはなかったと思った。島田内記がどんなにふんぞった態度をするか、自分は彼にどう言わなければならないか、こう考えるだけでうんざりした。できるならそのまま引っ返したくなかった。しかし、又兵衛はやはり走っていった。提灯の集まっているのは、島田家の少し手前であった。そこにかなり広い空き地があった。空き地の前に人は集まっていた。又兵衛を見ると久原十兵衛が寄ってきた。その空き地の中でございます。十兵衛はそっと言った。どうも思いがけないことになりまして。彼は自分で又兵衛を案内した。切ったのは一人か二人か。島田家の者の話では一人のようでございます。黒装束に白い頭巾をしていましたそうで。こちらでございます。そこは一面に草が茂っていた。しとどに濡れている夏草のひとところ、ひどく踏みにじられた跡があり、その向こうに死体が倒れていた。左足をくの字に曲げ、右手を伸ばした形でうつ伏せに倒れていた。検視を待つために手をつけなかったらしい。十兵衛の掲げる提灯の光でその死体を見て、又兵衛は不審そうに身をかがめた。
それを。死体は朝の片びらの着流しであった。頭はぶけ曲げに言っていた。それは侍の死体であった。又兵衛はくばらの手からちょうちんぽ取って死体の顔を見た。そして低くうめいた。島田内記ではないか、ささやくような声であった。しかしその声には明るい響きがあった。驚きと喜びの入り混じった明るい響きがこもっていた。人たちだな、今朝がけに。見事な手並みじゃないか。これは見事だ、実に見事だ。傷を調べながら又兵衛は簡単の声を上げた。同心の報告は逆であった。同心は島田が破獄者を切ったと言った。同心が聞き違えたのか、それとも言い違えたのか、確かに報告は逆であった。門の中に怪しい人間が潜んでいるのを島田家の者が見つけたのだそうです、十兵衛が説明した。島田内記は酒を飲んでいて、叫び声を聞くなり飛び出したのです。刀を持って縁側から裸足で庭へ飛び出したのだそうです。内記らしいな、目に見えるようだ。やつが庭へ入ってきたところで飛び出した島田とばったり出会った。その時島田家の者がやつを見たのです。部屋から差す日明かりで黒装束に白い頭巾をかぶった姿がかなりはっきり見えたそうです。くせ者は後ろへ逃げた。門の方へ戸惑いをしたような逃げ方であった。内記は威嚇するように叫び刀を抜いて追った。門の外へ追って出た。島田家の二人の家臣も下僕に提灯をつけさせてすぐに主人の後を追った。しかし辺りは真っ暗で、もう何の声もせず物音も聞こえなかった。彼らが空き地で死んでいる主人を発見したのはそれから半時余りも後のことであった。知らせを受けてすぐ要所に人数を配ったのですが、とくばらは続けた。どこをどう抜けたものか、それらしい姿を見たものもございませんでした。おかしな偶然だ。又兵衛は提灯を返しながらつぶやいた。こうなれば一石二鳥だなどと思ったが、その通りになったじゃないか。何でございますか。ん？いや、何でもない。又兵衛は道の方へ歩き出した。わしは役所へ帰る。死体は引き取らせていいだろう。念のために簡単な図取りだけしておいてくれ。そして又兵衛は心の中でもう一度思った。まさしく一石二鳥だった。第五章。明くる日、現場から四五丁離れた路上で刀の抜き身と鞘が発見された。破獄者が内記を切ったものらしい。雨に洗われていたが、刀には明らかに血痕が認められた。そしてその黒塗りの鞘や雑なこしらえから、その刀は竹次郎が破獄して逃げる時に盗んでいった三郎の番人のものだということが分かった。竹次郎は捕まらなかった。破獄して彼を助け出した人間も、それが誰であったかさえも不明のまま捕獲されなかった。そればかりではない。島田内記を切って以来、全く消息が絶えてしまい、その姿を見たというものさえなかった。10日ばかりして、城下町の警戒は解かれ、破獄者とその共謀者は他国へ逃亡したものと認められた。暦の梅雨明けから2、3日のうちに
雨はきれいに上がって、にわかに夏らしい暑い日が始まった。そういうある日の宵のこと、夕げを済ませた安之助が縁側へ出てうちわを使っていると、志乃が来て少し離れて座り、夫の横顔を見ながら含み笑いをした。安之助は気がつかないと見え、黙ってぼんやりと庭を眺めていた。宵闇の庭にほの白く早咲きの芙蓉が咲いていた。志乃はまた含み笑いをし、肩をすくめていった。私知っていますわ。安之助は静かに振り向いた。志乃は不思議に声出してきた。この半月ばかりこっち、胸や腰回りが目立って豊かに張ってきた。頬や顎も丸く脂肪が乗って、つややかに血色がよく、表情も生き生きとなまめかしくなった。もしかしてそうじゃないかしらと思っていたんですけれど、やっぱりそうだったんだということがわかりましたわ。何を一人で威張っているんです？もちろん牢破りのことですわ。志乃は言った。牢破りの罪人が島田内貴様を斬った騒ぎのことですわ。それなら誰でも知っているでしょう。いいえ違いますわ。みんなが知っているのは表だけで、その裏にある本当のことは誰一人知ってはいませんわ。それはそれは。お笑いになりますのね。志乃は向き直った。では申しますけれど、牢破りをしたあの男の姿を見たのはどなたとどなたでしょう。幾人の方があの男を見たでしょうか。安之助は首をかしげたが何も言わなかった。はじめにあなたがお会いになりましたわね、と志乃は言った。大戸部へお家になった時、あれが初めてだったでございましょう。だったでしょうね。次にまたあなたが主町でお会いになりました。それから最後は島だけで、それだけでございましょう。だろうと思いますね。そして内貴様を斬った夜から、二度と城下には現れなくなりましたわ。まるで内貴様を斬るために牢破りをしたように。どうではございませんの、あなた。かやりの煙がしみでもしたように、安之助は目をしばしばさせながら脇へ向いた。最後に島だけ現れたほかは、あなたが二度お会いになっているだけです。あんなに家中の方々が大勢出ていらして、あなたお一人だけが二度も出会うなんて一体どうしたわけでしょう。志乃は夫の横顔を見つめた。私考えましたの。もちろん女の愚かな想像だけですけれど、あなたがあの男に会ったとおっしゃるのは実は嘘ではないかしらって。私は笑いはしませんよ。お笑いになるなら後になさいませ。志乃は言った。私そう思いましたの。大戸部の時も主町の時も他に居合わせた方はなく、あなたはお一人でした。はじめの時あなたは背中から起きられになった。雨がっぱと着物が切れていましたわね。そしてそんな泥まみれの姿で堺様へいらっしゃいました。まるで集まっている皆様にその姿を見せるためのように。泥まみれになったことと背中から切りつけられたことをわざわざ皆さんに知らせるためのように。安之助は襟を広げてはたはたと胸へ風を入れた。誰も居合わせなかったのですから、そんな男が出たかどうか、本当に背中へ切りつけたのかどうかわかりませんわね。カッパと着物を着るくらいご自分でだってできることですし、土府へ飛び込むくらいのことは必要があれば何でもないことですわ。そう、必要があればですね。必要はございました。志乃はやや得意げであった。
破門した男が城下町へ入ったと見せる必要が。何のためにです？島田内記様を片付けるためにですわ。その破門者が内記様を斬ったと見せるためには、まず破門者が城下へ侵入したと見せなければならないからですわ。なるほど。安之助は低く言った。知能がそんなに空想豊かだとは知らなかったね。あの男が牢破りをしたという翌朝、知能はおっとりと続けた。私、お居間の地袋の中で変な刀を見つけましたわ。安之助の内輪がふっと止まった。黒い鞘の剥げかけた随分粗末な刀でした。ついぞ見たことのない刀でしたわ。そしてその刀は四五日後にはもうなくなっていましたし、あの男が内記様を斬って捨てていったという刀に似ているように思いますの。ちょっとお待ち。安之助は妻の方へ振り返った。その知恵は誰が授けた？まさか死の一人の推量ではないだろう。死のはおとなしくうなずいて、はい、と言った。そうしてたもとから一通の手紙を出して、そっと夫の手に渡した。ごめん、遊ばせ。お断りしないで開けてみましたの。また、おの字からの文かと思いましてね。安之助は読んだ。恐ろしく下手くそな、金ばかりの手紙であった。牢から出していただいて、まっすぐに大阪へ来た。恵んでもらった金で旅費は十分だったし、長屋を借りることもできた。どんなことがあっても、二度と城下へは帰らない。また、これからは生まれ変わったつもりで、真面目に稼いで暮らすつもりである。そういう意味の文面で、終わりに、竹と一字だけ記してあった。どうしてまた？と安之助は言った。人の手紙を無断で開けたりするんですか？だってまた女の方からだと思ったのですもの。志乃は赤くなった。女の方からの手紙はいつもご覧にならないで捨ててしまえとおっしゃるでしょ。私、捨てる前につい開けて読む癖がついてしまったんですわ。私のせいだというわけですか？いいえ、決して、決してもう二度とこんなことはいたしませんわ。志乃は目を伏せ、指で自分の膝へ何か字を書きながら、ささやくような声で言った。私、赤ちゃんができないので、自分に自信が持てなかったんです。それで悪いと知りながら、嫉妬心を抑えられなかったんですの。でも、もう大丈夫ですわ。安之助はいぶかしそうに妻を見た。志乃の口ぶりに刺激的な調子があったからだ。志乃は夫の目にうなずいてみせた。ええ、そうなんですの。と志乃は言った。私、自信満々ですわ。ええ、生まれるのはお正月の初めです。安之助は目を見張った。その目にやがて微笑が現れた。あの人を引きつける渋い微笑が顔一面に広がった。それから彼は静かに妻の方へ手を差し出した。山本周五郎作、梅雨の出来事、全文読み切り。読み切り小説集、昭和27年8月号。